久保さん祈りにしましょうか今回祈りうんまあ多分ね奴隷の人もいろいろ祈ってたと思いますよこんなために生まれてきたわけじゃないっつってね多分祈りを捧げてた神様、まあ、多分ね昔は神様この生活からなんとか神様っていう多分人間ってなんか祈なんかなんかないときついんでしょうねうんまああのー、でもあのー、祈って もも何も変わら、ねうん、結局その祈りもその、まあ、人間には祈りが必要だな何かが出心が必要だっていうことで、まあ、宗教も出てきたはずなんですけど、あのー、自分の僕はもう行動からしか何も変わらないっていうまあこれはねビジネスをやってきてうーん肌で感じて肌で体感して まあこの 1+1 は22を出すためには1と1の行動をしないと二は絶対出ないっていう逆に言うと1と1の行動をしまくってるとこの 1+1 が3にも4にもできたりするとでもこの二の答えを出すためには絶対1と1が必要行動しなければいけないっていうねまあビジネスだったら、まあ、商品を売らないと売り上げ作れないですよねまあ アフリエイト、広告っていう概念もありますので、まあ、それだったらアクセスと広告になるわけなんですけども。だから、まあ、なんだろうな、この、まあ、稼ぐっていう結果を出すためには、これを絶対しなければいけないっていうのが、まあ、ビジネスですよ。まあ、仮想通貨とか投資とかはちょっと置いときますけど、なんかそれがね、なんか僕は身についたというか、染みついたっていうね、祈っても何も始まらないっていうことですね。うん、やるべきことをしっかりやらないと、あの、ダメであると。うん。 まあ祈るのは自由だけど、祈っても何も変わんないよって話ですね。何も変わんないです。その2の答えは出てこないです。うん、2の答えを手に入れるっていうのは無理です。何もやらないで。例えば、まあ若い、すげえ極,極端な例で言うならば、家から一歩も出ず、誰とも話さず、ただ神様にね、宝くじた当たりますように、宝くじ当たりますように、宝くじ,じ6億円当たりますように、当たりますように、これ6億円手に入ります。 もしこれで、もしこれで6億円手に入るんだったら、宝くじで当たったと。当選あなた当選しましたって、6億円、なんだ、ビッグかなんかで、ね、当たりました。って来るんだったら、それは信じます、祈りを。まあでも120%ないと思うんですよ。1ントないと思いますよ。だって宝くじも買ってないし、誰とも会ってないし、何の交流もないし、家から一歩も出ず、布団にくるまってるわけじゃないですか。でも祈ってますみたいなね。で、宝くじで当たるという現象は、うん そもそも宝くじがないと当たるという現象が生まれないわけじゃないですか。なんで買ってもいないのに宝くじが当たるのと。まあ、100歩譲って買ってなくても拾ったものが当たるっていう可能性はあるかもしれないですけど、それも天文学的な数字で宝くじが落ちてるというその <laughs> シチュエーションになるかならないか分かんないし、しかもそれが6億円当たってる宝くじが落ちてるっていう可能性もかなり低いですよね。極限にに低いですよ。だから、なんだろうな。 まあ行動の先にしか未来がないっていうのがまあ極論かなと思いますね。僕は。でも多くの人はなんかね、それが事実なんだけど、その事実を受け入れないっていう傾向があるのかなっていう。そう。なんかね、その事実から逃げたいんじゃないですかね。うん。逃げたいっていうところもあると思いますね。立ち向かっていかないとダメですよ。受け入れて立ち向かっていかないといけないですよ。うん。そう。祈るならやれってことですね。いってらっしゃい。